はい、行こう。行きましょう。はい、ここはですね、赤マスズリの里ですね。ここね、来たことあるんやけど、その、そのやってる風景とかさ、そういうのは見たことないんや、俺は。赤マスズリ。そうそう。赤マスズリっていうのは有名なの？有名よね。藤巻ゲームフェスタに毎回展示されるぐらい。あ、そうなんだ。地元の祭り。まあ、もうちょい前、メイン行って、前行って。地元の人、あれが。書いてあるね。赤松鶴の家だ。家だ。あ、ほんとやね。あ、ここもあれなんかな。そう、ちゃんこれっぽいね。ちゃんと加工する。赤松鶴。あ、スズリ。あれっぽいですね。ここですね。うん。じゃあ、カミってメインで行って。またおう。これはここ。ここから入る？いや、でもここからでしょ。ここから入るか、普通。これですね。こちらです。おう。おそらくこれが工房。そうですね、あ、工房ですね。ちょっと入って、ちょっと訪ねて、うん、いや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 、こんにちは。あ、今日、昨日電話したものです。はい、あ、よろしいですか。今工程の前にまずはここは、まあ、産地なんですよね。はい。それで産地なんですけど、石を取るとこからやってるんですよ。ああ、石、はい。材料から全部取って仕事をする。はい。ああ。なのでこの辺りにしかやっぱ集中できないので、ね。ああ。自分の石を自分が取るような。あ、なるほど。自分でもう発注というか取ってきて、取ってきたのをもう削ってすぐ近くのこちらの工房で作られてる。だからこの、スズリを作るための原石っていうのは下関からここまでしかない。ああ、で、まあ、直線で言うたら50キロぐらいでしょ。で、そのスズリになるこういう赤い石ですよね。赤い石は一番厚いところで高さがビルの10階ぐらいの厚みがある。ビルの10階ただスズリになるのはその中間、ビル5階付近にある1メーター50だけです。使えるとか、もうそれだけしかないか、少ないですか。それがまっすぐ下関から来れば50キロあるんですよね。だけどまっすぐ来ないじゃないですか。山があったり谷があったり。ああ、そうですよね。でちょうど下関の前田っていうところがあるんですけど、関門橋よりもちょっと調布に寄ったところ、あれよりも下関駅側は山の上の方に石があるんですけど、前田から地下沈むんですね。次に上がってくるのがここの山を越えたら浅ですね。浅川って川あるじゃないですか。ありますね。あれからずっと登ってきて、でここずっと登って、そこの、正面から入ってできたんだったら一本川を渡って入ってきると思う。はい。アイコって川があるんですけど、はい、境にまた地下に潜るんですよ。ああ、そうですね。それから東はもうない。ほうほうほう。だから実際取れるところっていうのが川からこっちの浅川までのこの一帯だけ。あ、もう具体的に言うとこの辺あたりにそういった山があって、しか取れないです。下関の方に行ってしまうと、はい、家があったりするわけですよ。石層の上に。あ、そうなんですね。あ、だから、もう。地下は取れんですよね。取れないですね。そう。で、この辺りで大体仕事が始まってるのが、江戸時代のもう終わりぐらいから。ああ。石を取って、硯を作って。はい。で、ここを、まあ今来たって田舎やないですか。あ、当然昔も田舎なんで、はい。人来ないところで物は売れないでしょ。そうですね。だから都会で売ろうとする。ああ。そうすると、下関が都会なので、下関に持っていく。ああ、そこで。だからもともとは下関の町の中で石を取って硯を作って売っていましたよ。だから下関の昔の名前は赤間ヶ関硯。ああ、今言うんですね。赤間ヶ関っていう旧名です。下関っていうのは。ああ、ああ、ああ。
そこでなんとかで読む。まあ、下関で昔はもうすごい取れてたってことですよね。そうですね。昔というか、江戸の中頃よりも前の時代は下関で全部石も調達して作ってやってました。なるほど。ただ、ここのさっき言ったように1メーター50の高さしか鈴になりませんよっていう石を取るために山全部崩すのって。バカじゃないですか。1メーター50のために上50センチ、下50センチでこの間が取れるっていうことで、大体一番高くても2メーター50の幅で掘っていけば当然穴になっていきますよね。はい、で、穴になっていく。で、穴を開けるときに上向きに穴を開けると石が自分に降るんで、当然下向きに開けていきます、ね。へぇ、そうですよね。ね、で、下向きに入って10メーター、15メーター入っていくと雨水も入ってきたり、その地下水も湧いたりします、うん、で水が溜まると石取れなくなります、うん、抜く手段がないですよね、うん、だから隣に穴開けて隣に穴開けて石層に沿って穴開けていって、うん、で地下に潜るともう取れなくなるから次朝から上がってくるんでそこにまた穴開けて穴開けて動いていく、ね、すずりっていうのは僕らのイメージはもう初動の時を入れてっていうイメージですけど、なんか書くような。だから、まあ、墨をすらなきゃいけない、はい、おろし金みたいにならなきゃいけない石ですよね。そうですね。ザラザラザラしてて、凹凸があって、それで水吸っちゃダメなんですよね。うん、色があるから。うんあうん、で、そういう材料で、あとは、人間が掘れなきゃいけないっていう硬さですよね。硬すぎてもダメやし、柔らかすぎるとボロボロ崩れてる。崩れますね。だから、その、頃合いのいい硬さの石っていうのが、その10回ぐらいの厚みがあっても真ん中しかないってことですね、単純に。だから、それだと、まあ、永遠取ってるっていうだけで。まあ、昔の人たちっていうのは結局地表の石だけ取ってるので、深く入ると水が溜まる。今みたいにポンプで水が抜けないから、表面上の石だけ取って次に穴開けてるんですけど、その石って比較的砂気が強いんで、ザラザラが強いからよく炭は擦れるんですね。だけど、ボロボロも行きやすい。だから古い硯って真ん中がへっこんでるじゃないですか。へっこんでます。へっこんでるのが多いのは、固形の炭に石が負けたからへこむんですよ。あ本来は今例えば大根をおろす時のおろし金がどんどんへこんでいってもらったら困るわけですよ。そう思いますね。そういう状態です。だから石のいい材料っていうのは今の方が僕らは大体地下30メーターぐらい奥を取ります。なので材料は良くなるけど、ただ昔みたいに筆で文字を書く人の方が少なくなってるので、そんなに必要ではないのと、黒い石、まあ、黒いすずりが多いのは特に関東とかのすずりの石を粉にしてプレス成形してるんで黒い石が赤いっていうのはちょっと鉄分が多いのと、うん、関東の石っていうのは大体粘板岩っていう石が多いんですけど、粘板岩でもともとすずりの石って泥が固まって石になったものになるんですよ、うん、だからその泥の固まり方によってうちは結岩っていう石で、向こうは粘板岩っていう石になるんですけど、粘板岩の方が結岩っていう言われるものよりも地熱を多く受けてる。だから、まあ、クッキーとホットケーキと同じで、火があんまり通ってなかったらこうふにゃって曲がる。柔らかいものになるじゃないですか。それがどんどん熱と圧縮受けたら、クッキーみたいにサクッとなる。それが関東の石の傾向で、うちの場合は粘っこい傾向。なので、板材に、例えば塊、目があるんで割れる方向ってあって、それに対してパンって割った時に、関東の石はきれいにパンって割れるけど、ここのは粘っこい意味で引っ張り合いながらビリギって割れていく。なので、例えばこの辺の、割れ肌がどうしてもこうやって、とんがっちゃうんですよね。引っ張り合いながら割れるから。ああ、とんがってますね、確かに。ここだから、角島とかあっちに行くと、土井ヶ浜ってありますよね。土井ヶ浜。弥生遺跡があるでしょ。石包丁ってこれですもんね。割って刃物になるから、この石使うんですよ。逆言うと、こういうふうに刃物状にとんがる石となると、学校書道セットにあったような四角い硯って、はい、作りづらいんですよね。ああ、四角。
かっちりと四角はならないです、ね、あの周りがこう刃物になるので四角高さが揃うとこって真ん中しかなくなるじゃないですか。だから大きい材料の真ん中しか四角が取れなくなるので、それはちょっと、だからここの職人さんっていうのは、はい、こっち側にあるのがいいです。過去文化の国だから、あのどうしても数字がこっちになるんですね。だから白鳳に合わせるようにこの石を成形しなきゃいけない。で他の産地は四角く切っちゃった方が早いわけです。ああ、なるほど。ただここの場合はさっきも言ったように刃物状にとんがる原石なので四角が取りにくいということだから。おお。すごい。すごい量。こんな感じでと、あ、自然の感じで取ってここから加工してるんですね。これはおお、こんな刃、ね、刃物状に、本当ですね、とんがってますね。うん、角が取れるんじゃないですか。はい。だから真ん中しか取れない。形に横を叩いて、はつって、うん、あーあー、丸くなってますね。おお、綺麗な感じ。箱の中に入るように。はい。他の産地さんの切断機で4箇所切って終わりのものと、うん、手間やけど形作ったものが同じ値段になって、この産地を四角く切った瞬間に値段が 1.5 倍とかになってきます。もともとの使った材料が大きくなる。ああ、まあ、そうですよね、うん、ということになります。それを四角く切るとなんかこう悪い国とかあるんですか。ああ、違いはなんですかね、あの関東の方のあれと鈴木とこちらの鈴木、違い機械というか性質、性質自体はとりあえずその石ができた都市の成り立ちによって全部性質が違うので、うん、一概にあの関東はこれですとは言い切れるところはないんですけど、ただ大きく言うと中国の鈴木と日本の鈴木って何が違うのっていうと土地の出来方が違うんですよね。日本って火山国じゃないですか。だから常に地震が起こったりするわけで、大陸の場合、うん、大きい地震は100年に1回とかドーンってあるぐらいじゃないですか。うん、そうですね。ってことは断層の入り方があるわけですね。地震があれば石層の中に断層が入っていくわけじゃないですか。亀裂が入るわけじゃ、はい、うん。だから今さっき見てたこの石もこれ横、これ断層面ですよ。断層面。ああ、これが。これ断層ですから。あ、切った場所ですね。綺麗になってるでしょ、はい。そうですね。はい。で、これ別に切断機で切ったわけじゃないですから。はい。だから石自体が例えば断層面、これも断層面ですね。断層面同士がこうくっついてたりするので、はい、こういう大きい塊を取ってもこうなるしかないじゃないですか。で、中国大陸は100年に1回ドンですから、すごい大きい材料が出てきやすくなるわけですね。ああ、うん、で、それで割と大きいものが作りやすいのと、あとはその大陸ってゆっくり足を入れてるんですね。日本はもう揺れながら育つので、泥が粒子同士がぶつかって、それから石に変わっていくから、粒子自体は細かくなっちゃって、だから凹凸の大きさっていうのは日本の石の方が中国の石に比べると細かくなる。なるほど。そうですよね。向こうの方が荒くなる。で、中国の人という言い方をしたらあれなんですけど、その漢字を書く方ってとにかく真っ黒い墨を作って書きたいから、うん、早く黒くなる方がいいんですよね。あ、だから、うん、荒くていいんですよね、はい、で、こっち側の日本の場合は小筆使います。小筆で、うん、一番細い筆ですよね、うん、で、日本語って金文字がありますよね、うん、そうですね。で、金文字を書くとき例えば江戸時代とかによく巻紙、まあ時代劇でも書くシーンがあるじゃないですか、はい、うん、巻紙ってちょんって一回つけて上から下までずっと書けなきゃいけないですよね、うん、途中で止まってまたつけて途中から書くってことがあんまりしたくないので、あ、ちょっと上から下まで書けなきゃいけない。で、そういう墨が墨液ですよね、ができるのがいい硯って言われてます。なので粒子が細かくなればなってくれるほど、すすの粒子が細かくなってくれればくれるほど筆つけた時に多く吸ってくれますよね、筆が。その分伸びるんですよ。あ、逆に粗い塊だと擦れた感じです。黒くなるのが早いじゃないですか。水から黒い、要はあのすすの粒子が入っていくわけですから、ね、大きいものがいっぱいおったらすぐ黒く見えるわけですよね。そうですね。だけどちょんとつけた時に粒子が大きいものだから吸い切れないんで、かすれちゃったりするわけです、うん、あ、確かに結構小さい頃で書いてたものってかすれたりしますよね。そうですね。僕はつけた、うん、だからこんなかすれるやろって。そうそう、うん、すぐ何回も何回もつけとったもんね、うん、やっぱり。あ、
あ、これじゃあこれでもし数字確認やったらすごいしっかり伸びがある。そうですね。粒子が細かくなれば伸びるっていう利点もあるし、逆にマイナス面というか、はい、向こうがね。あ、まあ、まあいい方言いましょうか。あの粒子が細かければ細かいほど色幅ができるんですよね。だって、墨の黒と紙の白の間の色でしか表現できないわけ。グレーゾーンをどれだけ広くするかっていうのが日本人は気になるところなんですよ。あの水墨画とかでも。そうです、そうです。ですよね。はい。で、中国の人の場合、漢字で、まあ、黒い方がで、だから別に中間色を見ないので、粗くていいっていうところがある。うん。だから、この石を好みで使う方、その中でも、日本の細かい、絶対的に細かい石の中でも、その、最も細かい石って言われるのはここの石。それはじゃあいいですね。一番いい硯だね。書きやすいというか、うん、まあ好き嫌いです。好き嫌いです。ああ、そうか。書くものが違う。漢字書く先生だとやっぱ墨の量がいるので、はい、するのには洗い塗りは時間かかりますよね。ああ、そう、うん、そういうところもあるから好き嫌いはあると思います。ただあの、まあ、はっきり言えるのはキメが細かいから当然色を気にする方が、まあ、お客様になることが多くなる。うん、なんか繊細なのが描きたいという方とかですね。で、例えば水墨画絵を描く方とかというのは喜ばれます。なるほど。あの大内塗りと萩焼きと本当の鈴木っていうのは経済産業省を指定を受けた国の伝統的工芸品という形になっているわけです。なので国、経済産業省っていうことですからやっぱり産業なんですよね。文化じゃダメなんですよ。あくまでも産業として成り立たせなきゃいけないので生産をしてなんぼと。そう、だから考え方が違うんです。文化の方であれば一軒でも残ってればいいかもしれないけど、ああそうかそうか、そうですね。産業はそういうわけにもいかないので、ね、だから産地をどうにか残す方向で動かなきゃいけないというのが当たり前です。だから作り手を増やすっていうのは当然必要になるっていう流れにはなります。僕あの峰なんですけど、はい、峰は大理石が昔盛んで、はい、今はもう大理石の業者がもう、あもう全然、ね、はい、まともにやっとるのは小木村さんぐらいのことです。そうなんですかね。ちょっとあんまり詳しくないですけど、はい、知り合いに大理石の彫刻家がいて、はい、ああはいはい、知り合いなんですけど、あそうなんですか、はい、後藤さん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 、まだ峰にいらっしゃるんですね。あ、後藤さんご存知なんですよ。はい、はい、ちょっと役。後藤さんも僕の名前聞いたら分かると思うんですけど。あ、そうなんですか。もう石屋のあのちっちゃいネットワークですか。あ、そうなんですか。なるほど。まあ、結局、峰もそうだし、ここもそうなんですけど、まあ、ちょっと変わるけど、墓石屋さんとも結局一緒で、うん、石関係ってやっぱ辛いんですよ。ああ、そうなんですか。今の時代。厳しいですよね、どこも。うん、で国産だと材料がまず高すぎる。あで海外のを持ってきてもいいんだけど、加工、例えばね、あ本当これ刃物1枚、はい、これ刃が飛んだとするじゃないですか、はい、言ったらもう新しいのに変えますよね、はい、この盤1枚作り変えるだけでも10万以上かかりますし、10万以上、うん、ってことは畑屋さんが持っとくあんなでっかいやつは1枚変えたらいくらなのって話でしょ。そうですね。そうですね、ちょっと。だから元が取れないから今みんな中国とかでも四角に切ったものを持ってくるような会社屋さん。で、値段が下がっていくってことは国産の材料が売れなくなるんですよ。そうなんですね。高すぎて、うんうん。そうですよね。大理石とかも結局同じです、ね。あ、そうですね。中国の方から仕入れてみたいな。それって聞いた。だからその辺もあるんで、うん、なかなかやり方難しいというか。であともう石屋はとにかくあのなんだろう、作るのに時間かかるんですね、いろいろ、まあ、作業的に。例えば磨くにしたって相手が石なんで木とは違うので時間かかるじゃないですか。そうですね、うん、時間とか人件費かけた割には売り上げが上がらないっていうのは石屋ですよね、うん、あのまあ機械的にはこの2種類しかないです。ああそうですね、はい、横を切るためと、あと簡単に平らを取るだけです。これ平らを取って、あの機械で切る。もう今、これとかは割っていた目が全部出してあるんですよ。はい。だからもうこの上を掘ったら鈴になるんですけど、はい、まあ必要な大きさであると形があるので、はい、切断機で横切りますよね。はい、ああ、はい。で、割れる方向がこうって決まってるので、あの厚みっていうのは横を叩けば割れていくんで、ある程度薄くしたものをこっちに乗せて、簡単に平らを取る。
で、これも鉄板が回るようになってるだけで、あと少し砂を置いて、水を入れたら、水がだらっと砂流してくれる。はい、で、大きい競馬場になるので、そこに石を置いてズリズリするだけ。あ、そうですね、うん。で、それ以外はもう、あとは座って仕事ですね、掘るだけになります。ぶっちゃけ、例えば1個完成品を作るのにどれぐらいかかりますか？1個あの製品を作る。そうですね、まあ、原石がある時点で15cm×12cm ぐらいの楕円形の硯を作るとしたら、これがこれぐらいの大きさ。いや、もっと大きいです。おそ、うん、らくもろもろ並行して やれてるとは思います。まあそれだと大体、形作って中掘ってが1日ですよね。1日、うん、で、磨きが砥石磨きとペーパー磨きで、まあ、半日からもうちょっとかかるかなっていう。で、最後に硯は周り全部漆で風化止めしますから、漆をかけて、で、まあベタつかないぐらいまで置くとやっぱ1週間ぐらい置くんですよね。で、それまた研いでもう1回塗って、だから結局、大きいものだろうが、ちっちゃいものだろうが、ほぼ製作工程は同じですから、漆の乾燥時間がほぼになっちゃうわけですから、2週間ぐらいで1個、10日から1週間で1つが上がっていくという。なるほど。乾くまでの時間はまあ置いとくだけですから、そうですね、作業内容自体はまあ、わりかし思ってたより短いですよ。短いと違います。ああ、そうなんだ。あの短いというか、短くしないとダメなんです。まあ、そうです。うん、でそれがあの今ここ毛布かけてたでしょ、うん、はい、なんで毛布かけてるかっていうと、この石はあの急激に乾燥すると割れるんです、うん、ああそうですね。だから急激に乾燥させないように毛布をかけてゆっくり休む。で石取ってる状況で穴の中地下 30m だから、うん、普段は水が溜まってるんですよね。あ、水没してる状態の石を出してくるので、うん、はい、それが一気に乾くと割れます、うん、割れたらもう使い物にならんですよね。そうですね、だからじわっとその乾燥させなきゃいけないから、はい、そういうこういう形です。毛布、ああで毛布ね、うん、だから1週間ぐらい置いとくと表面上は乾いてくれるんで使えるようになるんですけど、はあ、まあ、落ち着くっていうか動かなくなるんですけど、はい、ただ今この状態で落ち着いてるのは表面だけですよ。次、切断機で横一本切ったら新しい面が出ますよね。はい。新しい面が出たら、ここが今度乾こうとし始めるので、仕事は切ってしまったものは次々仕事していかんと、割れが起こるんです。はい、ああ、早くやって作業しないと。そうです。だから常にもう切ったものは次々仕事していかないということで、で、砥石で磨くときっていうのは水つけながらあの磨いていくようになるから、また水に戻るんですね、一旦。はい、ね、あ、そうですね、はい、だから一気の仕事っていうのが、切断機も水つけながら切ります、これも水使いながら平らにします、うん、石が一番辛いところは人間が掘ってる時の手の熱なんですよ。うん、手の熱で乾燥して割れが起こっていきますから、とにかく熱を伝えないように早く仕事を、ね、うん、そうですね、焼き物とかもそうですもんね。だからその時間は短ければ短いほど、いいものになるので、うん、昔から職人さんって、赤松水の職人さんって、あのうまく作るのは当たり前なんだって言われて、うん、うまくて仕事が早い人ほどいい職人なんです。あ、仕事早い、うん、で熱を与えないってことですね。あ、ダメージを与えないダメージ、だからもう一気です仕事。あ、そうなんですね。なるほどね。あ、磨きね、磨き、あ、こっちも、はい、だから今回250分ちょっと仕事を受けたのでこの大きさですよね。これもここに断層が入ってたから飛んでるでしょ。あ、本当ですね。あ、これがここ断層分ですね。はい、ここが断層があるからポコって飛ぶんですよ。あ、うん、だからこれも使えるんですよね。だからこれぐらいのロスが平気でできるんですよ。あ、これもロスだし、割るときに完璧がなければ全部ロスですね。こいつらロスが出ちゃうんですね。あ、これも全部、これも全部。ああ、そうなんですね。あとはあのここ線引いてますけど、はい、断層が噛んでた場合はもう折れる可能性があるから商品できないので、切っても断層が見えたらこれもダメです。あ、これダメなんですね。こういう線が、だからここ切ってこことここで何作るかって、まあペンダントとか。確かにそうなっちゃう。ああ、そうですね。
そうやって、ね、小さいものに何かしら加工してね、あペンダントで、このペンダントを作りましょうっていう時に、僕がペンダントを作ってたらちょっとやっていけないので、すでにの注文でバンバンなのに、はい、ペンダントを買わせられたら、地域おこしだとか、新たな作り手さんを育てていく。確かにそういうところ任して、徐々に石に慣れてもらうみたいな。そうそうそう、あ確かに。だから新しいものを開発していくのも一つの手だと思うんですね。そのうん、その受け入れのために今のこの現状だと、ね、ここに来ても、まあ、知りたいと思えば直接来なきゃどうしようもならんわけですよね。あそうですね。うん、だから本当は今赤松杉の里ってあの大きい、国道とかあ出てますね。はいはい。会って見て来られて、そういう人たちって多分ここにあの道の駅みたいな箱があるんかなと思って。ああまあ確かにそう思いますよね。そうですよね。で来て、はい、トイレしかないじゃん。ああ僕も最初は来た時、一番最初来た時、うん、あ違うんだ、ね、ちょっと違うなっていう思いましたけどね。サービスエリアみたいな感じがある。ただ、まあ、ぶつけると、ここ全体が違う。向こうか。すずり職人さん集合の地界なんですよね。だから、まあ、里なんですよね。そういうこと。だから表記は間違ってはないですもんね。そうですね。間違ってないけど、そう、何年の里とかって見ると、箱があるって見せるのって。ああ、まあ、そういうとこはね。それもやっぱ売り出し方っていうか、ちょっと増えてるな。だから、ここに駐車場ができた時期っていうのが、はい、キララ博の年なんですよ。キララ博って言ったらもう、2005年ぐらい。あ、そうなんですね。ですね。で、こう、あ、そうですね。駐車場がなかったら、こう、観光バス入ったら向き変わらないじゃないですか。はい。だから、もし、あの観光っていう形で人が来るようなことになった時に、うん、そのバスが入ってもいいようにってことで駐車場を作りましょうってまだ旧楠木の時代に。ああそうなんですね。中学校の頃から、はい、でその後ここ今アドマイとかありますけど、その田んぼから駐車場にするときに図面とかは僕まだ学生だったんで、はい、僕がボランティアで引いたんですよ。そういう仕事をしてると、まあ、県もここの里にあのバスが入れるようになりますっていうことだから、トイレぐらいの県が作りましょう。あれ県が作ったんですよ。あそうなんですね。で僕がボランティアで図面に出てなんだかんだあの看板とかもやったんですよね。あ石組んだりとかやったので、あのですね、石垣が組んであって石の看板ありますけど、ああいうのもやって、あれですね、でそこでボランティアでやってる子がいるんだったら助けてあげるじゃないけど、あのライオンズクラブってあるじゃないですか。あ、ありますね。ありますね。辻崎のライオンズクラブさんが休憩所ぐらいいるでしょって言って、東屋と、こっちのちょっと庭みたいなのを作ってくれたんです。どこですか？あれ、あれですか？あ、休憩所ですね。あれはライオンズクラブが作ってた。あ、なるほど。若者センターの上の時計台とかもライオンズクラブ作ってた。うん、だからああやってなんか誰かがやってればなんか援助してくれる人もいて、よく言えば自動販売機とかもしかない。自動販売機というよりも、もうあのトイレと東屋の間に道がこう一本あるんですよ。あるんですか？こっちが土地が、基地があるんですよ。あれも市、今昔で言うと町の土地じゃないけど、今は市の土地になってます。はい、一番欲しかったのは、すごく箱が欲しかったんですよ。箱っていうのは展示してあったりとか、あ確かに、あなるほど、案内所のような役目を果たしてくれたりとか、ですよ、うん、それがあってその後ろにトイレでもよかったんですね、うん、今でいうとこのインスタ映えできるような、インスタ映えというかあのインスタ映え来た人が、来た人がまず最初に寄って情報を得られる場所、ああ確かに、そうですよね、うん、このままでは来た人が何するところがっていう、全くこうつかめないですよね。何回も喋るわけにもいかんですもんね、職人さん。そうなんですよね。うん、そうです。そこが一番あれになるので、そうですよね。あらかじめ情報をあそこで得て、こっちに来られた方が、ね、あのいいですね。もっと深く知りたいってあれば、さあのね、工房の方に来てもらう、はい。ああ、なるほど、なるほど。どうぞ。はい。
お願いします。お邪魔します。もうすごい綺麗だなって今こんな感じでしょ。これはあ、これ完成品で、はい、もう最終的に黒く黒くなる漆の色だけじゃないんですよね。 あの色粉を使ってうちは黒っぽくあげるんですけど、はい、だから昔は職人さん一杯いたって言ったでしょ、はい、だからそれぞれが自分のカラーを作るんですよね。はははは。だから赤っぽい人もいればうちみたいな、うちはちょっと黒っぽいカラーになる。あ、それぞれ違うんですね、やっぱり個性があって、うん、あ、できるまでだね、うん、確かにこれがあの、あそこのね、そうですね横にあったらね、うんうん、分かりやすいよね。確かに、まあ、パーフェクトどうぞ見てください。ありがとうございます。いいですかね。あ、これが全ての工程になります。これだけの工程を一人がやらなきゃいけないので誰も手伝ってはくれないです、ね、分業にはなってないんです。そうですね。石から取って。うちの、そうですね。初代の時期までは分業やってます。だから、うちの初代、一代目、僕4代目になるんですけど、1代目は石取りが専門なんですよ。ああ、そうなんですね。それぐらい職人さんがいたわけですよ。それが、この、まあ、これは、まあ、これなんですよ、これ。今はもう完全にこれですよ。ああ、どうも。ああ、ピック。ピックないです、うん。ただ、まあ、葉っぱ打つんで、葉っぱはなってどうしても食らなきゃいけないですから、昔の今日の葉っぱは全部、まあ、こう回しながら、横から打ちながら、花を。だから、すずりの職人って結局、採石業もしなきゃいけなくなるので、その法律上、そういうところで引っかかるのもありますよね。ただ、火薬使うんだろう、火薬の免許を言いますね。ああ、そうですね。うん、だから、そういう免許も取らなきゃいけないし、当然、火薬は2年に1回更新があるから。うん、どの工程が一番あれですか、大変ですか。大変っていうか、まあ、全部っちゃ全部全部でしょう。まあそうですね、うん、当然石を取り行くっていうのは体力的にきついですよね、まあ、あーですよ、一番最初石炭掘るのと一緒なんで、はい、穴だから鉱木立てて、はい、石垣組みながら石取り行くんでしょ。あまあ、命がけで石取らないといけないですよね。ああ、そうですね。それこそ僕も今年で15年なんですよ。これ仕事始めて。あ、学生、もう学生終わってからこちらに戻って。いや、僕、あの学校は、下関の東亜なんで、新下関からここから通ったんですよ。ああ、そうですね。で、うん、30まで学生やって。で、一応こういう学位なんですけど。博士です。おお、これはこれは鈴の博士です。赤松鈴の博士です。開けていいんですか？本当にこれが博士論文です。ちょっと開けてみて。初めて見ました。論文。デザインなので、あの工学とかと違うんで、作品プラスの論文なんです。だから作品が最初にずらーっとあの出るんですけど、はい、こういう作品作りましたっていう、こういう作品を作りましたっていうのを出しておいて、うん、でこの作品を作るために、作り手さんが知っとかなきゃいけない、頭の中にないといけない内容が、はい、ここから始まるんですね。だから鈴木を作るに対して当然中国の鈴木の歴史も知らなきゃいけないだろうし、鈴木がどういうもの、もともと鈴木ってどういうものだったかっていうのも知らなきゃいけないしっていうのも全部調べたことが、あとはその高校の赤松鈴木の歴史も調べたりとか知らなきゃいけないですからね。あとは中、世界の鈴木があったら当然日本の鈴木も知っとかなきゃいけない、その中で赤松鈴木も知っとかなきゃいけないっていうのは歴史の変ですもんね。でそれだけではものづくりではまずいんで、あのこの辺は日本の歴史とかっていうところで、ここの辺からはこういうの科学的になっていくんですね。
石は何かとか硬さであるとか粗さであるとか成分であるとか、はい、あとさっき言ったような粗いとか細かいって結局、まあ、写真撮っちゃうか分かんないですけどね、表面見たら違うでしょ、うん、これが中国の石でこれがうちの石ですよって、どっち側がきめ細かそうですかって言ったらこっちの方が細かいじゃないですか、うん、そうですね、粗いじゃないですか、確かにそうですね、でそれを今度引っかき検査やって表面の凹凸の高さを調べました、これがうちの石です、これが中国の石です、凹凸の大きさも違いますよっていう、うん、なるほど、こういう状態で吸ってるから同じ墨吸っても違う木液になるんですよっていう話ができる、こういうのを調べたりとか、ここまで調べられたのってもうかつていない、いらっしゃらないんじゃないですか、いや、いないから博士になれるんですよ、あ、うん、そういうたら、まあ、確かにそういうシステムなんですか、そうです、博士ってなんかあんまり実感がわかんないですけど、人がやらないことをやれば、あ、博士なんです、あ、それで、あ、それ結果が出ればですけど、それで、だからこっちは経済産業省の関係ですね、でこっち側のケース、こっち の, あの棚の中に入ってるのが、はい、次は一点で勝負してくる美術展で出してる方なんですけど、ああそうなんですね、こっちは管轄的に言ったら文化庁ですね、ああ複製しちゃダメですよね、一点なんで今ここ二つあるのが、これが去年の僕の作品で、こっちが去年の山口伝統工芸展って今萩美術館でやってるやつ、去年の展覧会で賞、をもらったやつですね、こっち東京出して東京の方で同じ賞もらったんですけど、これもそうで、あとは、うん、でも3個の賞みたいなのが一番でっかいのがすごいっすね、日本伝統工芸とか作品入ってきてないけど、この展覧会で賞、入ったんですよ、あーすごい、もう記載された、もうじき多分戻ってきますけどね、こっち、全国一応あの展覧会これだけあるんで会場が、はい、全部回って今一旦広島から東京戻って、で日津さんが荷物して美術輸送で帰ってくる、あ、まあ、こういう展覧会、はあ、日本ですからね、すごいでかい、だから僕のこういう点、僕のこと、この賞と同じ賞を父に前に取ってて、父のこれが横目か賞でしょう、なのでお父様は今はもう引退されてるんですか、いやいやいや、引退しないでしょ、あ、現役で、先ほどいらっしゃったあの青いつなぎの、 あの方ですか、あ、産地の組合長でもあるし、ああ、そうなんですね、それはもう、うん、からまあそんな感じで。